皇室財産。皇室財産は、天皇の加算である。三種の神義など行為と共に伝わるべき由緒あるものは、行為と共に皇子が受けることが、皇室経済法第7条に定められている。日本国憲法では、憲法上の名文により、皇室財産は国に属するものとされ、皇室の費用は予算に計上して、国会の議決を経ることとなった、88条。 ご領地は国有林に戻され、他の公室財産も大規模に国の財産に転換された。現在の法律では国有財産の管理について規定する国有財産法第3条が国有財産を目的が定まった行政財産とそれ以外普通財産に分け、行政財産の一種に公室用財産を置く。この法律が言う国有財産は不動産とその重物。 船舶、航空機、株券、債券などに限られ、一般の動産は入らない。憲法八条は、皇室に財産を譲り渡し、皇室が財産を譲られたり与えたりする際には、国会の議決を経なければならないとした。実際には、個々の財産変動に個別に議決が行われるわけではなく、皇室経済法第二条が、売買などの通常の私的経済行為、 外国公債の贈答、遺贈、遺産の賜物の値には国会の個別の議決を必要としないと定めているほか、1年度の総額が皇室経済法施行法に基づく限度内に収まる場合は個別の議決を行っていない。なお、皇室経済法の例外に入るものでも一度の非対価1年度の総額が国有財産法第13条2項に定められた。 それぞれの限度額を超えると国会の議決が必要になる。限度額は国有財産法が定めるものの方が大きい。古代における皇室財産の実態は不明な部分も多いが、三宅、三栗屋などの所有の形で保持されてきた。日本初期の記述を信じるならば、水人天皇27年、紀元前3年に最初の三宅が設置されたされている。これらは、 律令制以後は、大医療、内禅師の管理下に置かれて、皇室の直接支配からは離れた。平安時代に入ると、これらに代わるものとして、直子殿、直子、牧などの設定が行われたほか、上皇の生活保持のために御院による資料が形成された。陰性成立後は、上皇、院のもとに、大量の荘園が集中したこと、陰宮文国の確立によって、 自転の君が一大小園領主となるとともに、国画漁や女院、五眼治療などを含めた膨大な皇室財産を運営するようになった。その後、上級の乱に伴う鎌倉幕府による皇室漁の大量摂取、後にあと高倉ラインに対して返還されるや、高等分裂に伴う皇室漁の分裂などを経て、明徳の和訳による南北朝の統一によってその大半が、 持ち陰等の着流とされた伏見の宮家のもとに集中された。だが、同家と着流の地位を争っていた五小松天皇が伏見の宮家から所領をことごとく奪い、室町幕府を巻き込んだ内紛となるが、五小松系統の断絶と伏見の宮家への行位継承、五花園天皇によってようやく安定した。また、これによって陰性が中断したために、戦闘量が、 天皇のもとに統合された。この時期になると、室町幕府の久保御領と区別する意味で、金利御領皇室御領などと呼ばれるようになる。また、南北朝時代から室町時代にかけて、諸子領や立文石、久保人制度が設けられて、そこから上納される金銭収入で不足を補うようになっていった。だが、戦国時代に入ると、金利御領であった各地の荘園が、 地元の戦国、大名や黒人領主に侵奪され、収入の滞った皇室では、ご土三角天皇の葬儀が1ヶ月以上も開けずに、遺体が放置されるなどの深刻な状況となった。織田信長、豊臣秀吉は皇室に、所領の一部を献上して、ようやく7000国分の金利御料を確保した。1601年に、徳川家康は改めて1万国を金利五料として、 確定させ、以後江戸幕府は1623年と1705年に、それぞれ万国ずつ所領を献上して、以後三万国の金利御領が確定する。その他に、豊臣政権時代に定められてそのまま継承された、京都の銀治市や宇治、田原の茶に対する負荷、茶薬などによる収入があった。この他に朝廷に奉仕する鍵にも鍵量が与えられ、それが、約十万国あったとされている。 大政奉還直前の1867年、徳川義信は山城一国二十三万国を金利御領として献上することで朝廷との関係を綱止めようとするが、失敗に終わっている。母親戦争によって朝廷は幕府及び砂漠派諸藩より計百五十万国を没収して金利御領に編入している。これが明治政府の国有財産としてその財政基盤となる。 大日本帝国憲法下では、天皇の個人的財産は五領あるいは五領地と呼ばれ、帝国議会の統制外にあった。五領そのものは、憲法制定以前から存在し、明治維新後に、木戸高義、徳大寺佐根、ね、元田長寿らによって、その充実を求める意見書が出されていたが、大部分の五領の形成は、憲法制定に深い関わりがあった。日本における、 国会解説と憲法制定は自由民権運動への譲歩という側面を持ち、そこでは国会予算が国会の承認を要することになった。これを嫌った岩倉智美は国会解説前に国有財産の相当部分を公室財産に移し国会から遮断することを考えた。そこで百九十八年明治十二年頃にそれまでの寛有林、 国有林は大部分が五両林され、他の形でも国の財産が、公室財産に大規模に転換された。また、1884年に、大倉卿、松方正義の建議によって、日本銀行、横浜商金銀行、続いて1887年には、日本優先の政府保有株式が、次々と公室献上されている。五料及び、 皇族財産の管理については、法律ではなく皇室令という方形式をとる皇室財産令により規定された。五両は、正殿五両と普通五両に分かれ、正殿五両はその名の通り代々受け継がれるべきので、旧皇室天般第45条により分割乗用を禁じられた。北海道手鹿賀町にあった旧五両地18,800ヘクタール。 町の面積の24%は、区内大臣の名義で登記されたままであった。区内庁管理部が、手鹿賀町に所管財産は存在しないとして、北海道財局などによる処理を求め、2001年、平成13年12月、財務局、北海道庁、手鹿賀町などによる、協議会により、マシューコを含め大半が、所有者のない不動産となった。 国立歴史民俗博物館の休校給料取調べ帳データベースより算出した幕末期の公出量は以下の通り百八十六村四万七47,186国まり。和語量、丸和語女量は受語語量は数の宮語量は内視書語量は戦闘語量は伏見の宮量は軽急量はアリス川の宮量 会員のみや量を表す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。